また花の咲く木のもとにみんな集まってと訳してください。これ面白いのはね、今の字ね、昔はね、どういう字だったかっていうとね、この後、こっちだったんですよ。うん、それがね、で今現在こっちになってるの。だからこれ OK ですから。樹木の樹はね、これ3つの部品あるでしょ。真ん中が開くとよく見えますから、これは下げないようにしてください、ね、で、あと行書、これは大丈夫ですね。これも大丈夫です。これも真ん中ね。からね、草書はね、ここが面白い。これ花という字ですから、うん、草書体です。で、下という字は1、2、3で、これ下という字の草書体になりますから、ね、ぜひやってみてください。じゃあこの順番でね、今書いていきます。ゆっくり跳ねてください。ここが一番難しいかな、文字としては。ここはすごくよく見えますから、この隙間に寸という字の一画目を入れてみてください。真ん中から出て、この線に沿って書いてください。それとここはね、真ん中、これ豆という字を書いてくださっても OK です。この部分ね、ここも豆だけでも OK ですから。ね、やってみてください。じゃあ、草書いきます。はい、こうくるくるくるっと回りますからね、気をつけて。でね、これを大きく見せるために、これを小さく書いてみてください。ね、そうするとすごくよく見えますから。ここの点はね、点書いてから下書いてもいいし、全部書いてから点を入れてくださっても結構です。それからね、もう一つなくても OK です。これちょっと小さく書いて、こう、ね。字がなくなっちゃう。点がなくてもあっても OK です。うん、こんな